日本のエネルギー政策についてのご質問でございます。まず大きな捉え方といたしましては、日本のこのエネルギー自給率のところでございます。日本のエネルギー技術自給率は今原子力発電所止まっておりますので、たった 4% しかございません。たった 4% です。これが今日本が置かれた現実です。日本は資源に乏しい国です。しかしながらこの貿易によって支えられているというのが現状です。今電気が豊富で物も豊富です。ですから日本がエネルギー自給率たった 4% しかないということを忘れがちでございますけれども、この日本のエネルギー供給、これは実は日本を支えるところの生命線です。ですからまず私どもの政党の考え方としましては、このエネルギー安全保障上、原子力発電所もう一度安全性が確認されたものには火を入れる必要があると訴え続けております。そう申し上げましても、私ども原子力発電所そのものに執着しているわけではありません。私どもの未来科学予測によりますと、この原子力発電所、おそらく22世紀にはもう必要としない新エネルギーが開発されているというようなことを踏んではおります。ただ今のこの時点、原子力発電所ストップしたままでは電気代アップ、今されてますけども、こちらの方は今企業の皆さん圧迫しておられますね。ですからこの電力の価格、これは元通りにしないといけません。そう考えております。そのためにはこの日本のエネルギーの約3分の1を占めていた原発にもう一度火を入れる必要がありますということを訴えております。で、残りのところなんですけども、大体エネルギーとして、風力、太陽光ございます。ただこちらもですね、エネルギーを支える幹となり得るかというと、残念ながら大体エネルギーは基幹エネルギーとはなり得ませんので、こちらの方も支えながら新エネルギー開発国策として進めていきたいと考えております。